たちちょっと。これ今帰るところ。君の一日に祝福があります。あおうわおう。問題児だな。はい。すごい。F ワード飛びまくっていて激しい芝居だなと、これを本当に見せられるのかなと思っていました、はい、でも稽古を重ねるうちにすごくその裏側に、流れているもの、キャラクターそれぞれの抱えているものとか大変なものを抱えていて、すごく納得いくというか、逆にその、F ワードが愛おしいような、そんな感じがしてきました。シーンがうまく運んでいった時なんかはすごく楽しいんですが、繰り返しになってしまうことを避ける、毎回毎回その場で新鮮に起こること、その一つ一つが事件であるということを役者として感じ取って、それを素直に反応していくことっていうのがすごく苦労しているところです、はい。グレッグ牧師もとても変な行動に走る人で、特殊なことをやってるんだけども特殊じゃないっていう、そこがお客様に愛していただけるようなキャラクターになったらいいなと思ってます。主になっているジェイソン、とても心に傷を負った彼と、対峙するところが一番やりどころというか、あとやっぱりマージェル、その母親ですね、この2人との、やる、ところがすごく自分の中で、気に入ってるシーンであると同時にすごく難しいなと思ってます。なんだか難しいようなことを言ってますけれども、とても本当に基本的に楽しい芝居なんで、見てくださって、ぜひ楽しんでいただければって思っています。お正月ちょっと過ぎたあたりの大変なんていうか、いろいろイベントごとがある時期ですけど、ぜひお越しください。